ました。これより通信回線を使わない現地調査 GIS G&G プレインネットレスマップと題しまして、王子製鋼株式会社の宮野剛様より発表していただきます。それでは宮野様、よろしくお願いいたします。おはようございます。王子製鋼の宮野と申します。本日は、通信回線を使わない現地調査 GIS G&G プレインネットレスマップという弊社が独自開発している商品をご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまず、ネットレスマップのご紹介なんですが、このネットレスマップという商品がどういったものかと申しますと、タブレット型、手持ちの地図データを手軽に現場へ持ち出せるタブレット型の GIS というものになっております。タブレット型ですので、タブレット端末に、皆様がお持ちの地図データ GIS データを取り込みまして、それを現地で閲覧編集ができるというようなものになっております。で、私どもが今やらせていただいているタブレットというのは Android のタブレットでして、でなぜ Android かと申しますと、 Windows のタブレットとかですと値段が結構高くて、で10台とか20台とか同時に入れるってなった場合に、やはり安価なものがよりお客様のに好まれるということがありまして、それで Android の安価なタブレットを採用させていただいております。で現在対応している GIS のソフトというのは S3 さんの ArcGIS という GIS のソフトになっておりまして、もし ArcGIS をお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、もうすぐに GIS の中身をですね、全部持ち出してタブレットで閲覧編集ができるというものになっております。で私どもが一番推している点というのが、この商品名にもなっておりますネットレスという部分でして、このネットレスというのは通信をしないということで付けさせていただきました。で通信をしないというのがどういったことかと申しますと、1台あたりのランニングコストが一切かからないというものになっております。それで最初は通信ありの商品を作ったんですが、1台あたり大体5、6000円ほどの通信料がかかりまして、それを10台、20台入れるってなると、毎月使っても使わなくても10万、20万と通信費用だけでかかってしまいますので、それじゃちょっとお客様の費用が持たないということで、ネットワークがない通常の Android タブレットを使ってネットレスでGIS 情報を見ると、そういったことができるようなものになっております。ではこのネットレスマップのご紹介をさせていただきます。まず使い方ですね。どういった一通りの使い方をご説明させていただきます。まず事務所にある GIS のソフト、こちらは、弊社は最初に申し上げた通り ArcGIS を今使わせていただいておりますので、 ArcGIS をお持ちのお客様ですとすぐ使うことができます。まず ArcGIS からですね、 SD カードに GIS のデータを出力します。この際、弊社に ArcGIS へのプラグインをするようなものがありまして、それでお客様が好きな範囲の地図情報とポリゴンとかフィールドとかですね、といったものを全部お客様ご自身で選択をしていただいて出力をすることができるようになっております。で出力をしていただくとタブレットですので、もうその SD カードをタブレットに装着します。で弊社のその G&G ブレインネットレスマップというシステムが入ったタブレットですと、 SD カードを装着するだけで最初に切り出した範囲の地図 GIS 情報が全部閲覧編集することができます。右下の画面がタブレットの画面なんですが、このように GIS の情報を自由に閲覧編集することができる。で現地で編集したデータっていうのは SD カードを外していただいてパソコンの方につなげていただけます。それで同期をかけていただくと現地で編集した情報っていうのが全て、同期されますので、もう事務所に戻って現場で手書きで調査をして事務所に戻ってパソコン側に入れるという手間暇を全部省いて、もう現地で直接GIS に情報を更新することができると、そういったものになっております。それでは、具体的な機能についてちょっとお話をさせていただきます。
まず左上の画面なんですが、こちらが通常の画面になっております。こちらタブレットですので、指を2本の指を使って拡大縮小とできますし、まあ、今タブレット実機がないのでお見せすることはできないんですが、結構あの描画のスピードとかもかなり速くできるような工夫をしておりますので、スムーズに閲覧することができます。でまず一つ目の機能として GPS の機能があります。これは通信をしていないんですが、 GPS の機能というのは端末ごとに持っておりますので、 GPS を使って自分が今どこにいるのかを測位することができます。で測位していただくと、右上のタブレット画面のように今自分がここにいますよと出てきますので、現地調査などには非常に便利な機能となっております。次に、面積や距離の測位の機能があります。これはタブレット上で、始点と終点を選んでいただくと、始点と終点の距離を測ることができますし、面積もその1箇所だけではなくて 4.5 点で囲んだ部分の面積っていうのを全部タブレット上に映し出すことができます。でもう一つ左下なんですけど、レイヤー切り替えパネルっていうのがありまして、お客様がまず最初に地図上 GIS 情報をパソコン側から吐き出す際に、吐き出すレイヤーというのを決めることができるので、例えば左上の地図は何も普通の地図なんですけど、はい、航空写真のレイヤーを吐き出しをしていただくと、右側にあるような形で航空写真に切り替えることができますし、こちらは、指1回タッチするだけでポンポンポンと切り替わるような、そういった機能になっております。で次の機能として、図形の登録機能があります。図形は、ネットレスマップ上で、ポイント、ラインでポリゴンの登録ができます。こちらはこの十字になっている線の中心部分が、設定する場所ですので、こちらの中心部分を情報を登録したい場所に合わせていただいて、で登録ボタンを押していただくと、そしたら、点と面と線3種類の情報は新規で登録することができます。でこちらは属性パネルなんですが、登録してある図形をタッチしていただくと、左側にその図形に登録してある情報、属性情報が全部出てきます。で、現地で編集をしたい場合は、左下のように編集エディット、属性エディット画面というのがございますので、属性エディット画面を選択していただいて、今から編集をしたい部分、例えばカレンダー入力っていうのはいつ調査したかっていうのを入れることができるような部分ですし、リスト入力というのはあらかじめ設定をしてあるリストを作っておいていただけると、そこでプルダウン形式に全部選択をすることができます。でこの属性エディット画面っていうのは ArcGIS 上で全部設定をすることができますので、今6個7個ぐらいしかないんですが、お客様次第によってはもう何個でも出すことができますし、必要がなければ減らすこともできます。そして次の機能なんですが、これが、ファイリングの機能となります。このファイリングというのは何かと申しますと、図形に対してデータを紐付けることができるような、このデータというのは、画像ですとか PDF ですとか Excel のファイルですとか、そういったものを紐付けることができまして、図形をタッチしていただくと、登録してある画像、PDF、Excel ファイルっていうのが閲覧することができます。そしてもう一つ重要な特徴といいますか、最近作ったんですが、外部のデジタルカメラで撮影した写真っていうのも、このファイリングの部分に取り込むことができるようになっています。これは、Wi-Fi の機能がついた SD カードを使って取り込むような形にしているんですが、これで、外部のカメラの方がやはり解像度とか画質とかが綺麗ですので、そういったよりいい写真を撮っていただいて取り込んでいただくと、そういったことができるようになっています。でファイリングの機能に追加といいますか、カスタマイズを今しておりまして、それが帳表を作成するというような機能をつけております。この帳表の作成というのは
今は、道路ストック総点検業務という業務が全国的に出てますので、それ用に今作ってるんですが、お客様が、Excel のファイルで帳票があってそれを現地で調査するよというような場合ですと、それをその Excel のファイルをいただけるとカスタマイズとしてこのような形で作ることができます。これはどういう機能かといいますと、図形を選択していただく、もしくは新規で登録をしていただくと、左下にあるような帳票作成画面というのが出てきます。この帳票作成画面というのは、あらかじめそのExcel ファイルなら Excel ファイルでいただく必要があるんですが、この画面を開いていただくと、調査項目がずらっと出てきてまして、これは全部指でタッチすると選択項目が出てくるようなプルダウン形式になります。で、写真ももちろん取り込むことができますので、このような形で帳票をどんどん作っていっていただいて、で事務所に戻ってパソコン側で吐き出しをしていただくと、右側にあるような帳票のデータっていうのが自動で Excel ファイルに作成することができるといったものになります。こちらは写真データの名前も自動的にリネームする機能っていうのがありまして、写真を現地でたくさん撮るような業務のお客様ですと、事務所に戻ってからの整理っていうのがかなり大変だと思われますので、そういった事務所に帰ってからの写真の整理とか、そういったことに対してもかなり有効な機能だと思います。で、ネットレスマップの利用事例なんですが、道路や上下水道の施設管理ですとか、農地の農作物管理、あとは製造業の部品管理ですとか、放射線量の調査など、その他地図を使った現地調査には全部使うことができます。以上です。ご清聴ありがとうございました。何かご質問、すいません、ありがとうございます。何かご質問等ありましたら、私の方から見て左奥の方に弊社ブースがありまして、こちらの商品開発した人間が在籍してますので、ぜひご質問なりお願いいたします。ありがとうございました。森様、ありがとうございました。それではこれより次回プレゼンの準備に入らせていただきます。皆様少々お待ちくださいませ。